こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さん、なんかその裏の世界っていうことで言うとですね、飲食店っていうのは、お皿の上に盛り付けた食事をお客様の前に提供するじゃないですか。これがだからお客さんから見えているところなんでしょうね、きっと。でも食材を仕入れたりとか、市場に通ったりとか、その仕入れのために交渉したりとかですね、それからレシピの開発にもう徹夜をしたり、いろんな研修行ったりとか、調理人の方、料理長の方とかを探しに行ったり、そことの人間関係で雇用契約作成とかね、それからテーブルの選定、もうお店のテーブルとかも買いに行かなくちゃいけないですからね。テーブルクロスも買わないといけない、カーテンも買わないといけない、掃除の仕方も覚えないといけないし、教えないといけない。じゃあトイレはどうするのとか、で毎月のプレゼンはどういうふうに飾り付けをね変えるのですかとか、今だったらバレンタインデーとかあると思いますし、クリスマスにはツリーを出したりとかすると、まあ数え上げればキリがないですよね。でもお客さんが体験してみるのっていうのは、来店時間1時間なり2時間の本当に切り取った綺麗なところだけなんですよね。まあ皆さん、多くの方はサラリーマンだろうが店舗のお勤めだろうが、裏側でやってるはずなんですよ。お客さんから見えないところで踏ん張ってるはずなんですよね。でそれは多分その YouTube 一つ撮っても同じで、ブログ一つ撮っても、Twitter 一つ撮っても同じで、アカウントを取るのも四苦八苦だったりするわけですよね。で情報発信のネタとか、それから撮り直しもあるかもしれませんし、編集ソフト買う人はどの編集ソフトにすればいいのかなって言って、買って失敗して別のやつを買ってとかね。でたまには詐欺られて騙されてとか、コンサルをつけたらそのコンサルがドヘボだったから、さらに業績悪くなったりとかね、様々ありますよね。当たり前だと思うんですよね。だからこれが、だから見えてるとこだけで、はい月収100万ですっていうところだけを見るとそういうふうに見えますけども、じゃあ月収100万の裏側を想像したことがあるかなとかね、じゃあ月収100万じゃなくても、じゃあ10万の稼ぎの裏側を想像したことがあるかなと思ったら、多分想像もできないものだと思うんですよ。で先ほどの話、飲食店とかに例えれば、飲食店の裏側って実際に勤めたことがなくても多少は想像つくんじゃないかなと思うんですよね。このギャップに多分多くの方はびっくりするんじゃないかと思うんですよ。というのが、ネットビジネスっていうのは一体何をやってるのかわからなくって、結果だけがバンバン見えるからなんですよね。で裏側を見たければ、私は吉谷さんがどのぐらいの作業をしてるのか見ればいいと思うんですよ。24時間ひっきりなしに動画がアップロードされてくるみたいなね。それこそ毎日動画を上げましょうって言ってね、毎日1本って勘違いする人が多いですけども、まあ少ない日でも30本とかね、多い日で100本近くみたいなところが、まあ当たり前のレベルなんじゃないかなと思いますし、1本1本の動画のレベルを上げていこうと思ったら、編集にものすごくねエネルギーかけて、それこそ10分の動画のために4時間とか5時間とか1本の編集にかけるわけですよね。リテイクもあったりするし、でデータの編集の途中になんか電源飛んでバーンって一からまたやりますみたいなね、データ飛んだりとかねそういった面白いことがあったり、撮影中に人が来たりとかね。で私は吉谷さんっていうのは、撮影中にそれこそ新聞の集金でも来たら終わりですからね、ピンポーンみたいなね。まあ気にしないか、気にしないですね。まあそんな感じですよね、裏側といえば。だからその表で生きようと思ったら、やっぱり裏も無視できないし、まあ私たちは裏方をやってるわけなんですよね。表方をやってるようであって、なぜなら裏方を雇ってないからなんですよ。以前吉谷さんは裏方をやっていたっていうふうに言われましたけども、表だけで綺麗な面ばっかりやってる人がいたから、裏方を引き受けるね、その雑務っていうのがあるわけなんですよね。だから裏側から表に出た人って結構ね楽なんじゃないかなと思いますけど、どうですかね、その辺は。表にいる人が裏までやるってなったらもう結構大変ですけども、裏方の人が表に出るのって割と、なんかやりやすいんじゃないかなと思いますけど、まあそれなりにねご苦労はあると思いますけども、どんなもんでしょうかね。はい、では行ってらっしゃい。